観音寺は、三重県鈴鹿市高塚町にある、新言、相お室派の仏教寺院。三号は、甲上山。本尊の十一面観世音菩薩は秘仏。当時の裏山で起きた、教閣同士の死闘、郝仁山の喧嘩は講談などで有名になり、郝仁山観音寺の方がよく知られる。当山は、公認三年、工房大師が、日本穂高の神霊を仏像として祭り、 新寺山と称したのが始まりと伝えられる。その後漢字元年、大和国の律師、法領が新寺山の観音大師のお告げにより、当地の日の木の大樹の下に十一面観音像を見出し、道右を混流し安置したのが創建とされる。創建寺は、高陽山高宮寺と呼ばれ、傘登神社周辺にあったとされる慈悲山寺の末寺であったという。 中世に衰退するが、寛永十年、伊勢神宮参拝の途上で失明した欧州ではの行者、荒沢巡海が、当時に祈願したところ海岸全有したことからここに、泊まり、イボ姉である春日局の支援を得て再興した。春日局は上落した際に参拝し、狩猟の盆昇と仏像個体を寄進している。慈悲デラが衰えたため、元禄四年には、高野山の末寺となり、 高野山の一時を受けて高上山へ解消。漢方3年には、そう、有神が、原本堂を混流安永4年には、そう、洪水により、奥の院が混流され黒観音と、美保工人が安置された。慶応2年、東寺浦山で起こった、神戸長吉とあの男との縄張り争いは、地煙工人山として、高壇や浪曲などで取り上げられ、浪曲し、 広沢虎蔵は喧嘩で粉死した、平野に吉の石踏みを混流している。三重県鈴鹿市高塚町1777、ハット AB3 号の高神山を伝え聞く間に、高神山になってしまったという、参考文献。ありがとうございます。